どうもボボビーアーボビーーーアトレザのです、えー、こんばんはこんな時間になりましたけどねえー、ゲ,リラゲリラ的のような感じで配 <laughs> 信になりましたけどもねえー、ちょっと大幅にいつもよりも遅い時間になりましたけどねえー、今日はですねえー、なんで今日遅くなったか言ったらねえ久しぶりにもう,なもうすっごく久しぶりに <laughs> ライブを見てきましたねえー、まあそれで、まあ、今帰ってきてアトリエにねまあ あの本当に、えー、健全な <laughs> 時間帯に、えーねえー、帰ってきましたけどねもうそれと同時に久しぶりにですね、あのー、街のお景色っていうか、ねえー、見てきましたね。もうねほとんどおこの1年余りねほ,ほぼほぼおおの大阪市内のほ特に南はあこの時間ね全然。えー いることがなかったんで、まあ、昼間とかにちょっとね。用事でまあ、仕入れとかそういうなんでね。あのレザーのね。とかそういうなんでえ行、ー、てたぐらいで。で、目、まあの当たりにいろいろ再建してきましたね。 えー、まあそれで、えーまあ、その熱い気持ちのままですね今アトレに戻ってきてですねすぐにこういう感じで、えー、配信しています。またねこれをーアーカイブでまた見,見てくれる人もいるかなと思いますけどね、えー、今日で、えー、149回目ね、えー、明日で150回目ですよ。ねなんか150日、えー、こういう風に続けられてるのもですね、えー、こうやって、えー、見てくれる方が んかこう何て言うのかな、まあ、こういうふうに、ね、お会いするっていうか、まあ、僕も、ね、こういう感じで、ね、こう皆さんにこう会いに行くというか、ね、そういう感じで、えーね、さりげなく続けておりますけどね。はい、で、えー、今日はですね、えー、こういうふうに言ってきました。 まあ皆さんでこのご覧の方で知ってる方で言ったらえー、ねえねえ長渕剛さんのギタリストですよね今やときめくそれと矢沢永吉さんあとまあゆかいさんですね大門ゆかいさんでずっとおされてたりとかね、えー、いろいろまあやっぱこうキャリアを積んですごいギタリストですねもう日本が誇るロックブロスギタリストですね一郎さん。で あのあとねメン,メンバーもねもんじさんとかあギターの初村さんとかね、えー、ここどうどう <laughs> 写真ですどう説明したいかわからないけどこう,こうしたらえかな、うん、あとあのベ,ベーシストのあ鎌田さんねうんあのマリノのベースですよね鎌田さんもうあのすごく好きでですね <laughs> あの久しぶりにえー 会い久しぶりだなーと感じでもうあのなんかこうねあのこうなかなかもう前まではですね、えー、月に一回ぐらいはですね、えー、会ってたし。 えね、あの演奏終わった後は打ち上げでですね大い,いまあ,あ終電、まあ、僕とかいったらもう終電越えたらですねそのまま朝も始発まで、えー、ブラ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 してしねあのこういい年してですね <laughs> そんな過ごし方をしてたんですけどもね、うん、もう今日はだいい今頃のねこの今配信してるのがだいたい8時50分ぐらいですか。 ね、もう10分過ぎでしょでこの時間で大体もうバリバリ、えー、演奏してる時間でしたからねこれまでね。でまあ,あ10時11時ぐらいかなかいろいろあっても、まあ、12時ぐらいからちょっと軽くみんなでねワーッとねっていう感じのなんかこうライ,フはライフスタイルでしたね僕も。<laughs> ね、えー、それがですねもうずっとそういうライブにも行く。 こともでできずですね、うん、やっぱり僕聞く専門っていうか、うん、僕にはもうあの音楽好きやけどあの決して、えーえー、演奏ができるようなあジャンルじゃないんでね、うん、けどすごいあの今日はですね本当にバイブスを感じたっていうか、うん、やっぱりね、えー、生の勢いというかそのねあの 会場のエネルギーっていうんですかねそのワーッと騒ぐことはねもちろんこの時期なんでみんなマスクしてねあのこう,こう心の中でですねバイブスをこうバーッになってたんですけどねあのそれでもですねやっぱりこうドラムの音でベースのーねあのこう何ですかこう低音にこうねビートにこう身を委ねてですね やっぱりほんでこのいいシャウトをですね聴きながらエネ,エネルギーの,きょあのほら共有っていうかコールレスポンスみたいな感じっていうかねうんやっぱりそれはですねそれもこういう極上のですねプロフェッショナルな演奏ですねやっぱりこう体験するとですねやっぱりこう パワーもらいましたね、うん、あの僕もエネルギーをみなぎるしなんかそういうおなんかこうボビー・アトレザーの作品の中にですね、えー、ギュッとね、えー、なんていうんですかこ込めてい、ね、きたいですね。やっぱりこうおライブハウスのねいろいろこう言われましたけども僕はやっぱり、えー、やっぱすごいな思うし、うん、でやっぱりこの。 こういう何ですかあライブパフォーマンスとかそういう場所というかそういう場,場ですねはやっぱりこうと残してもらいたいし、えーね、こういう時代がね、えー、また越えた時にですね、えー、乗り越えた時に何、えー、かこう大きなエネルギーをですねバーンとね発火させて。 えー、行きたいいなと思いますしやっぱりそういうふうな時にねやっぱこう音楽の力っていうのはあ僕はとてつもなく大きいなっていうのはあひしひしとお体全体でですね、えー、魂全体で、えー、感じたあそんな時間でしたねまあ,あのコンパクトな <laughs>、ねえー、時間でしたけどもそれをギュっとそのもう何とも言えんこの圧縮率っていうかだ <laughs>、えー、かねそれをね、えー 本当にね、えー、体感あすることができましたしね、えー、なんかねもしなかこういうチャンスがあったらねまたあの皆さんもね、えー、あのー、生の音楽に触れるっていうのも大事かなと思いますねうんまああの、えー、緊急事態宣言がね終わればまたこう公にできると思いますしねうんなんかそういうムーブメント やっぱりね、それがあってボビー・アとレザーもおーこうエネルギーをね、えー、発することもできてますし、うん、やっぱこう一郎さんとかね、えー、中渕さんのねステージでですね、えー、僕の作ったねこのアトリエで作ったあ作品をですね、えー、身につけてもらってですね、えー、大きなスポットライトを浴びてですねあ なんかこうパワフルに、えー、ギターをかき鳴らしてた姿がですね僕はもう本当に忘れられませんし、えー、感謝の気持ちでいっぱいですしね、うん、なんかあ一度の人生の中でですね、えー、人との縁というのをすごく大事に思えるようなそんなあ方でしたね。うんまあ、なんかそういうい なんか愛愛される音楽っていうか、あエンジさんっていうか、うんやっぱりこうオーラっていうかね、すごいものをね久しぶりに見せつけられましたね。うんあのー、ぜひね、えー、もしねレコードとか R C D かなモてないかとかねぜひ聴いてみてください。あのね本当にすごいよ。<laughs> うんやっぱりこのノレテニアはみたいな感じじゃなくしてねあの ずっとこうずっとこうそういう人生じゃないですか音楽道っていうんですかね、うん、やっぱりねそういう一筋に人生一筋にこう貫いてる生き方っていうのはやっぱりこうね、えー、出音の音がねガーンとこう一発の音がもう違いますねそれは本当にねやっぱり人生っていうのが滲み出てるんやなと思いますねうん。それを本当に、えー、熱く感じました そんな感じで今日はあ、えー、音楽の話ね、えー、久しぶりにライブハウスに行ったという行ってきてその暑いという、ね、気持ちがもう晴れやかなというかあのエネルギーが充満しているという感じでね、うん、そういう感じで、えーね、お届けしてまいりましたそれではね明日は150回目ですけども日曜日の緩い時間ですけどねまああのこういう感じ。 こ感じううかな僕の弾き方り、ね、のまあゆるくお付き合いいただければ <laughs> 幸いです。まあ、曲目とかも何も決めてませんけどね、えー、僕のアコースティックサウンド <laughs>、ね、全然ロックじゃないかかと言われてもお、ね、それはあいい子なしで <laughs>、ねえー、あくまでもレザーのサックス かとしてのあれはロックを出しますからね。今日まあ、まあ、あの聞く専門ですから。<laughs> ねいつかだけどおなんかねできたらなと思いますし僕も髭当りでなんもねレッドテタペルもたからへんし、うんあのギター弾かれへんしね、うんえー、そんな感じですね。もう久しぶりに聞いてるもんあれですよ。この間もあのツイステッドシスターとかねなんかすっごい無表に聴きたくなって。 うん、知ってますかね多分これを見てる方だったら知ってると思いますけどね「ツイステッドシスターズは」はもう青春でしたね <laughs> あの頃はあいろいろ80年代のメタルねもうバリバリに聴いてましたね、うん、そんな感じで、えー、今日は、ね、音楽の話明日はあアコースティックーーメローな弾き語よね僕もちょっと、ね、1週間ぶりに 声を上げてみたいと思いますそ,それではね、またお付き合い夕方6時お付き合いくださいそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバーイ